つも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるコンセプトにして食パンのアレンジレシピを配信しています。今日ご紹介するのはシンプルだけど定番の生ハムとアボカドを使ったアレンジレシピをご紹介します。なかなかですね、生ハムとアボカドってハードル高いですよね。そもそも材料も少し高いですし、アボカドも最近見たものだと1つ200円弱とか、少し値上がりをしてきている中で、なかなか手を出しづらいんじゃないかなというふうに考えたんですけど、いつもこの動画でも言ってるんですが、なるべく冷蔵庫にあるものでちゃちゃっと作れるようなそんなレシピを配信しているので、たまには食材だけでも凝った、簡単に作れるようなレシピもご紹介してもいいんじゃないかなというふうに考えたので、今回は簡単ですけれどもこちらの2種類とあとマヨネーズを使った、レシピをご紹介したいというふうに考えてます。今回ですね、アボカドが例えば残ってしまったりした場合とかは、アボカドを切って、タコをボイルして、あとそのオリーブオイルと塩とレモン汁で和えたりすると、簡単なサラダにもなりますし、あとはその生ハムは例えば家とかでワインを飲まれる方もそのまま食べていただいて結構なんですけれども、例えばペペロンチーノとかを作るときに、少し上に乗せるだけでも、見栄えも良くなりますし、ちょっといつもと違ったパスタみたいな感じになりますので、やりようによっては他の料理とかにも使えるかなというふうに考えてます。今回時間の都合上ですね、そこまでのレシピはちょっと組めないんですけれども、クックパッドとかぜひ調べていただくと、そのようなレシピもいっぱい載ってますので、ぜひ、今回ですね、この食材だから作るのやめたとかっていうのではちょっとならないでいただきたいなというふうに思ってます。家でいつも出てくるような食パンのアレンジレシピって、多くても5種類ぐらいだと思うんですけど、その中でちょっといつもと違ったようなものを出すとですね、ご家族でもすごい喜ばれますし、例えば自分で作る料理であってもですね、ちょっと違ったような、気分になることがあると思うので、ぜひ今回のレシピを参考にしてみてください。今回の動画ですね、ぜひ最後まで見ていただいて、美味しそうだなと思った方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また過去の動画でも様々なアレンジレシピ、多数配信しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは食材の説明に入りたいと思います。今日はですね、まずはこちらの食パンですね、1枚使用していきます。こちらとあとアボカドですね、アボカドは半分程度使用していきます。そしてこちらの生ハムですね、最後にマヨネーズも使用していきます。まずはですね、アボカドを半分に切って、スライスしていきたいと思います。はい、そうしましたら食パンの上に、アボカドと生ハムを交互に乗せていきたいと思います。はい、最後にマヨネーズをかけていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。誰でも簡単にすぐ作れますので、ぜひお試しになってください。ではまた。